皆さん、こんばんは、マーティン、ダール、ミャクーボーイ、A 級巨人ファンの、キングタです千葉、ロッテと広島、二つのチームでプレッシャー、ネイサン・ミンチ。広島では二桁勝利、ただタイトルは恵まれていないが、本当にすごいピッチャー。2001年、ロッテに移籍してから、本当に2001年、防御率3点台ながら、最優秀防御率を獲得したそうでございます。驚きました。その後も、まあ、二桁勝利が勝つも、まあ、短い期間でしたね。まあ、4年間ですね。 もうストレートがもちろんもう変化球どれも投げれるピッチャーでございます。これはね、はい。ミンチ上なピッチャーですね。くだらないとじゃあすいません。以上です。バイバイ。